なの、寝てたんだミーコも、うん、あとご内装お願いします。ん？第6東亜ビルでホスト飛び降り？へえ。絶対嘘だね。私あのカジュマルさんと第6東亜行ったんだよ、うん、心霊配信で、うん、屋上がねもう鎖されてて行けないようになってるから、うん、そうなんだ。嘘だよそれ。そうなんだ。で嘘つくんだ。あ、行くか。250行くんじゃないか。え、生放送でってこと？あと2お願いします。あ、行かないか。これ行かないか。皆さん行かない？あと2行かないの？ 2？ え？あ、はい、あ、行ったじゃん。行った。ありがとうございます。これが一番伸びるかな。次枠、みーこ寝ていいよ。眠いんだったら。眠かったんでな。そしたらまた朝、うん、夜起きるじゃん。いや今、ね、寝たら絶対朝起きれると思う。ほんと？うん、うん、どうメンタル今。うん、殺そうかなと思ってる。マジかよ。うん、じゃあヘラリぐらい、ヘラリぐらい、まあ先打つもあると思う。あと飲みすぎて、うんうん、先打つ。うん、もう一回もう一回あれピピピってやる。前も明日メイクしようかな。でもメイクするとさ人工感出ない？めっちゃ、うん、パチモン感出るよね、うん、やっぱまだダウンタイム中だから、うん、今日イベントどうだった？七夕。なんかね、なんか、ね、あ、いやなくなった。いい子。七夕どうだったの？え、七夕、うん、2位、うん、あ、2位だったの？うん、2位だったらあれじゃない？賞金1万円じゃない？え、そうなの？そうだよ。え、おめでとうみーこ。やったー。2位だったの？2位だった。え、私見た時5位だったよ。うん、え、2位？え、1位？いや、5位だったよ、昨日確認したら。嘘、うん、え、でもだから大好きな人が来てくれて、うん、なんかしてくれた。あ、1号さん、定期ありがとう。みーこと美容師と同じ髪型に。同じ髪型多分似合わないと思う。みーこってそんなにベリーショート似合わないと思う。うん、セミロングが一番似合うと思う。うん、私もでも 2センチ切るぐらい。水素ちゃんっぽくする。水素、うん、彼氏に合わせたくないタイプ。なんで？あ、お酒飲んでってこと？お酒飲まなきゃいいんじゃない？いや、でもそれ配信回ってなかったらそんなことないんだよね。
ふざけすぎちゃうんだよ、みーこ。どうしても。水素ちゃん部屋にしてくださいってよ。水素ちゃん部屋に。もうちょっと明るくしてもいいけどね。水素ちゃんって、うん、人気？水素ちゃん？配信やってなかったよね。水素ちゃん。やだよ、重たい。ちょっと無理無理、やめてやめて、やめてやめて、本当にやめて。は？やめて、マジで。なんか向かい合ってさ、抱き合おうとしてきたんだけど、それはキモすぎる、マジで。うん、ジェルワントやってたくせに。やってないよ、そんなこと。そうか、やんないよね、そんなの。クソが、クソが。悪口誤爆してから配信しなくなった。あ、それからだったのか。携帯さ、もう一個どこ行ったっけ。よし、知らないよ。よかった、まっすぐになって。やっぱ当分すっぴんでいいかも。まだちょっとさ、違和感あるから。メイクしても顔怖いよね。1ヶ月ぐらいちょっとお休みしようかな。あー、誹謗中傷で訴えるとか言って自分が悪口言ってたって。そういうこと？うん、曲がる可能性は1ヶ月間のうちはあるって言われた。1ヶ月の間は本当に気をつけて。7月の22日までかな。あ、そうなんだ。すっぴんだと見る気になる。目が輝いてるかな。1ヶ月ちょっとメイクやめとこうかな。ね、ずっとここのかさぶた剥がしちゃう。レバシの。うん。ねえ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 、ほう、このリフトよりもやっぱこれがいいの。何が？あ、鼻、骨折れってこと？あの、え、でもミーコ別にさ。ほうれい線、ほうれい線。あ、脂肪注入？うん。え、脂肪注入してなんかほうれい線がなんかなくなった気がするんだけど。ん？え、私入れたほうれい線に脂肪。うん。2回目なんだけど、うん、ちょっと定着したような気がする。うん。ちょっと遅なくなった気がする。なんかもっと、もっとあったよね、ほうれい線。笑った時とか。ただそのほうれい線って、あの、確実、何十回やっても確実に定着するかは断定できないエリアらしい。脂肪注入ハードル高い。え、なんで？全然全然だよ。ヒアルロン酸とかだったらなくなるけど、自分の脂肪だったら、あの、3ヶ月経っても3ヶ月後絶対に定着されてるから、残った脂肪は。だから何回か入れるって言ったらコスパいいの脂肪注入だよね。あ、そうなんだ。うん、ミーコ鼻綺麗だから私は絶対し、え、でもさ、こう団子っぱなじゃん。
ダンゴッパガナではないけど、まあでも鼻先入れてもいいよね。入れたい。え、でもプロテは入れなくていいと思う、絶対に。本当に？うん。鼻先にちょっと。分かった。あばら、あばらいいんじゃない？自家組織？うん。鼻先だけだったらまあ20〜30万とかじゃない？海外で。でも日本だったらまあ80万とかするよね、鼻先だけでも。あばらって高いんだよ、結構大掛かりだから。あばらから抜くってすごい、あの技術が高くないと。いや、私韓国はでも一人で行くよ。一人で絶対一人で行くね、うん、普通に考えて私がミーコとじゃ韓国行くとするじゃん、うん、ミーコ邪魔、ミーコ邪魔って絶対言うからね、 100% いいもん、ミキとるから。そう、お前一人でやれよって絶対言われるからね、うん。ピンクの子、ミーコです。コメントしようか。うん、配信やってるミーコちゃん。え、1日何時間やってる？お、これだよ。あれだよ、お前が見切ったら変わりそう。うん、似合うと思う。見切ってよ。え、できないよ、病院行きなよ。うん、切ったんだよ、ウザバンクで、うん、こうやって。じゃあ前髪なしがいいから、うん、もう伸ばしちゃうの、その前髪も。うん、うん、なんねん。僕どこ？わかんない。あ、充電ない。俺もだげんな。ない、バッテリー。え、ない、持ってきないよ。 20% あるからいけるっしょ。ちょ、いや、10%。ふざけんなよ。ちょん、むこちゃんだよ。こっちで配信しようじゃん。うん、よかった。え、お前は？え？これがお前？何が？こっちがお前？そう。え、あれは？何？え、タバコ。え？タバコな。灰皿。ありがとう。え、これお前。すげえな、これどんだけ飲むんだよ。ごめんね、素直じゃなくて。ミーコすごいよね、こんだけ飲むって。眉毛ないのマジ怖いんだけど、マジやだ、マジやだ。狛江くんに負けちゃったから。え、狛江なんだ。そう、太郎くん負けたけど、でもいい勝負したよね。知らない。いい勝負した。うーん、え、これ見たい。うん、って見えないもん。だって音楽切ってってから入っちゃうんだよね。そっちで見ればいいじゃん。そっか。こっち見るの切って。ねえ、まゆ。うん。
みーこが食ったふわっち配信者教えてだって。いっぱいいる。まさやんでしょ、うん、エキリストでしょ、うん、ゼロワンでしょ、うん、あと誰、セブン、セブンさん、あと誰、沼田俊也知らないんだけど。あとはミギチチやったっぽいね。やってない、やってないんだ。あ、小林くん、小林、え、どうやってそういう流れになる、なんかエッチしようよって、うん、小林くん、あのくるちゃんと、あ、ルイージさん、あ、ルイージ、うん、そう、うん、ルイージ、うん、そう、それ、ルイージ、うん、そう、それ、うん、めちゃいるね。私、ゼロワンとカヤックさんだけ、うん、まさやん、キス、ゼロイチ、セブン、沼田トシヤ、小林、ルイージ、カヤクさん、うん、うん、すごいね、うん、いや、私だよ、カヤクさんって、うん、うん、あ、そうそうそう、ジャックポットね、40万だっけ、45万だっけ、うーん、あと残念な月くんかまで、ねえねえまゆ、うん、絶対言わないで、なになに、絶対言わないで、うん、どうしよう、なになに、なに、怖いんだけど、絶対に言わないで、なに、怖い、なに、キモ、キムキムとやってない、ゲップだった、じゃあ300ナイスで次枠やろうかな、300ナイスで、お前寝る気あんの、あるよ、うん、いや、ゲップだった、でもいいよね、みーご彼氏、あ、別れたんだっけ、いつ復縁するの、明日復縁だって、うん、あ、でもなんか、うん、予算が、うん、遊ぼうって、みーこ、うん、それ遊んだらまずいんじゃない、大丈夫なの、公認、あ、大丈夫なの、うん、ゼロ中まではいいよって言ってんの、うん、予算とデートだって、うん、ゼロ中しそう、うん、え、いつ、わかんない、いい子朝ごはんから食べてないね、うん、ふっさんといつコラボしようかな、うん、決めてないんだよ日にち、うん、私さっきご飯食べたから1日2食だね、え、でもよっさんって可愛い顔してるよ、肌も綺麗だし、うん、うん、うん、可愛い顔してる、あ、前にナイスポチお願いします、ありがとう、で優しいしね、うん、めちゃくちゃ優しい、うん、うん、次のさ、うん、イベントないのかな、イベント、うん、あれじゃない、7月の後半、今後半やってるよ、後半出れんじゃん、さすがに、うん、前半行ったら後半出れんじゃん、え、そうなの、うん、
次7月の11日やるか。やんの？うん、すごい。私はやらない。うん、ミスったわ。誕生日にさ、うん、夏希もやったの？夏希やった？夏希、残念。夏希やった？やってないって。会ったこともない。会ったことないって。あの夏希も元彼だからね、ゼロワンも。うーん、夏希多分もうふわっち戻ってこないんじゃないかな。へえ、うん、もうつまんないって。うーん、いや結局眉が、ね、セフレだと思ってたんだけど、夏希が彼女だと思ってたの。うーん、響き的に彼女、あの彼氏彼女の方がいいから、元彼にしてる。まゆとコラボ見たかった。じゃあ夏希にまた連絡してみるよ。うん、でもやる気ないんじゃない今。うん、自由だからね夏希。うん、次のあれは何？何イベ？なんか野球みたいな。あるよ。ほらこれ7月13からか。ふわっちベースボール。すごい。あ、T シャツ可愛くない？あ、可愛い。うん。え、でも後半でしょ？これは後半とか前半とかない。ないんだ。うん、いいな、シルバーだったらさ、うん、もう入所しやすいじゃん。うん。あ、じゃあこれにしようっと。T シャツ？うん。マヤ B 線だから火薬や簡易で金梅好む。うん。あ、そうなんだ。いや、私さ、なんかムーちゃんがその夏希とやったっていうのをハト来てさ、夏希に聞いたの。あの、え、ムーちゃんとやったって本当ったら嘘に決まってんじゃん、わらとか言って、うん、じゃあそれ嘘だったんだ。うん、夏希も前に嘘ついてるんだ。マジか、姉妹なのか。うーん、女好きだからね、夏希は。あと、35、うん、あと35で延長します。だふわっちって狭いからさ、もうみんな知り合いじゃん。うん、うん、夏希はね、性格悪くない、ちなみに。そうなんだ。うん、普通にいい人、いい子。なんかこう純、やっぱ顔がいいからさ、なんかこうひねくれてないよね。まっすぐ、まっすぐ育ってきたんだなみたいな。癖がない、めちゃくちゃ。純粋でなんかこう素直だし。だからイケメンとか顔がいい方が、可愛い子とかね、の方が性格がいいパターンが多いよね。うーん、もうあと30、あと30です。お願いします。ありがとうね、270ナイス。そう、あの夏希でもめっちゃイケメンって言われる。なんか山ちゃんよりイケメンとか。うーん、顔はでもまあそうだね。ただガリガリかな、ガリガリ。可愛いけどね。ガリガリだな。うん、あと背がちょっと低い。まあ。30お願いします。うん。うん、
山ちゃん下ネタすごい。え、そうなの。すごい正統派な人だなって思ったんだけど、山ちゃんとこの前コラボした時、なんか正統派だな、全然イメージつかない。3枚目って何？3枚目キャラって何？3枚目、キモいから、そのさテクニックどうだったとかさ、それ想像してオナニーしたいだけじゃん。大きさどうだったのとかキモいよマジで、キモい。ね、しかもなんかそういうこと言う、なんかリアルなこと言うのかわいそうじゃん。リアルな、いかないか300ナイス、まあそしたら寝るかな。早めに寝て規則正しく明日の昼から配信して、そうそうそう、夏木あれゼロワンの爆投げしにすぐ目が止まって、まあでもそれもなんでかっていうのは分かる。夏希とコラボした日にゼロワンが突しに来て、まあそう、それで多分ゼロワンのリスナーさんが見て、すぐプラチナプラスになって、まあ、楽しかったんだろうね。だろうな。その人いなくなっちゃったから、ああもうつまんなくなっちゃったみたいな。300ナイスお願いします。昨日のような配信ならもう見たくない、つまらないって何？で、昨日イベント最終日のこと？イベント最終日のこと？どういうこと？昨日のような配信って、自分は、いや、そういうのはちょっといい、そんな、想像で言えないよね。ミーコバーサスクール、おもろかったな。あ、ミーコとクルちゃんの話。うん、私別に、そうそう、ありがとう配信でもやっぱありがとう配信しないと、私もこうやってダラダラ配信できる、こうやってみんなと話したりとかできる、できなくなっちゃう。やっぱありがとう配信があっての今があるから。まあ、別になんか余計なこと言ってないと思うけど、いやブロックしてて、いや普通にまあ見なきゃいいじゃん、だってなんか嫌だなって。おかしいんだよ、別にブロックはしないけど、つまんないって言われても、まあそうだね、イベントって服もやめな、服チーズずっと噛んで歯がおかしくなっちゃうでしょ。もう終わりですよ、スイカも食べて、返しなさい、返しなさい、チーズ食ってんだ今、返したくないんだ、終わりっての終わり、皆さん
皆さん、じゃあ、明日、まあ今日早めに寝て、明日昼間からドッグラン配信しようかなって思ってます。お寿司、お寿司昼行ってもいいね、夜混むから。うん、ねえ、うん、じゃ皆さん、最後に夜勢の方お願いします。お願いします。いや、でも今日ね、本当はね、早めに言おうと思ってたの。なんかちょっと規則正しくないからさ、うん、地図返して、明日は久々に早めに昼間配信しようかな、お出かけ。うん、いい子も寝た方がいいな。うん、先打つだ、先打つ。明日みーこさ、お酒飲まないでやってみる、うん、ちょっと酒打つ入ってると思うよ。うん、うん、雨降らないといいね。